っぱり乃木坂だったら斉藤飛鳥だよな完全に。何読んでんの？いや、なんでもない。洗濯終わったの？終わった。遅くね。いいじゃん、別に。お腹すいたからご飯作ったよ、ご飯。お腹すいた？当たり前でしょ、分かるでしょ、普通。じゃあご飯にするか。今何時だっけ？今は2時10分。はい。ラインチェック。はい。ちょっとフェイス ID でちょっと顔認証。なんでロックかけてんの？何かと不便でしょ。どうせやましいことあるんでしょ。ない。はいどうぞ。え？え？あれ？昨日ってさ、友達とカラオケ行く予定だったよね。うん、行ってた。何このライン。昨日はありがとうってなんか元彼の同じ名前の男から連絡来てるんだけど。ああ、それはなんか5人ぐらいで飲んでて途中から来たの。は？そんなことある？なんで連絡取ってんの？偶然会って久々だったから連絡。いや、おかしくない？友達とカラオケ行ってるって言ってたでしょ。ごめんごめんってさ、そんな素直に謝られるとさ、俺が悪いみたいになるじゃん。やめてよそういうの。君はさ、あれでしょ、俺が家で一人きりでいるの分かってて外で楽しんでんでしょ。なんでの、俺に優越感に浸りたいだけでしょ。違うよ。じゃあ何？それはたまたま会っちゃっただけで、別にやましいこととか何もないし。おかしいでしょ、こんなにさ、俺の知らないとこでさ、男と会っててさ。まあ不可抗力っていうか、会いたくて会ったわけじゃないし、私だって。え、連絡取らなかったらいいじゃん。まあそうね。もういいや。なんか知ってる？何も知らない。知ってるでしょ、絶対。気にしないで。あ、そうだ、はい、トイレ行く。持ってってるし。捨てるよ、これ。全然出なかったんだけど、どういうこと？いつもそうね。ほらさ、はい、冷静に話しよう。分かった。君はさ、元彼と連絡取ってたわけでしょ、うん、俺さ、君のこと信じられない。あのさ、このままじゃさ、俺気持ちの整理つかないからさ、ね、一旦この話はさ、また明日話そう、ね、明日はさ、相当話長くなると思うから心の準備だけしといて。はい。明日までこの携帯は僕が預かるから。え、じゃあおやすみ。仕事と、ちょっと、自分の携帯は